今回は、五星戦の第3局をやりたいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。黒番が井山裕太、五星ですね。はい、まあお互い、星の席になりましたね。こちら構えたのは珍しいですね。同じ小ゲイマでも一応こちら、すいませんね。はい、こちらに構えるのはたまに見るんですけど。そうですね、この手が最近多いですね。まあ、実戦はこう打たれたんですけど、まあ、いろいろ他にもこういう手とか、まあ、こういう手とか、まあ、押す手とか、いろいろあるんですけどね。これは、まあ、研究課題ですよね。まあ、皆さんには一応一番わかりやすく次をおすすめですけどね。はい。別に繋いどいて悪くはないので。ただ、滑られた時にちょっと受けるのはちょっと効かされない意味がありますんで、ちょっとね、受けないで、ちょっと別の打ち方で、打つ感じになりますかね。実戦はコスミつけまして、まあ最強と言いますかね。実戦切りましたね。まあどちらかを押すような進行もあったと思うんですけど、これはこれですごく難しくて、どっちがいいか、どういう図になるのか、よくわかんないんですけど、これもあったと思うんですけど、実戦は切りましたね。桂馬っていうのは筋がいい手ですね。まあ、例えば、こういう手で打てば取れるんですけど、できたらこう打って、まあ黒はこうならこういう形で取りたいということなんですね。1という手は。なので、それを黒も嫌いまして、こっから打ちましたと。ここで取りますと、出からこうピタッと打つ格好がすごくいいので、白も取りにくいということでこう押しました。まあ伸びる手もあったかもしれませんけど、どんどん押されますから、押されまして、ちょっとダメをね、詰めたい意味があるので、ちょっと打ってたらここ跳ねたいですよね。切りはこちらから受けるしかなくって、もしこうやると、こうやってこう伸びが効いてしまいますね。そしてこうやって飛翔で取られてしまうと。これはまずいので、こっちから打ちましたと。またこれが筋がいい手ですよね。取ってこういう形になるのも辛いので、まあこういう、これもあったと思います。こうやってやっぱりこう伸びですかね。で、受けでしょうか。まあこういう進行もまああったとは思いますね。これ一応まだ欠け目ですからね、こうは、まだここが根拠はないので。まあこういう進行ですね。実戦はこの図を選びました。実戦、そうですね、コスんでからこうつけられたんですよね。すごく厳しい発想です。そうですね。例えば、
一応ね、切りとか、で、まあ、地を取る手もある、あるというか、残ってるところなので、これ決めてしまうと、まあ、地はね、損してしまうので、難しいところではあると思うんですけど、まあ、例えばね、単にかけてみるとか、はい、まあ、実戦は、ここの出がね、効いてくれなかったので、まあ、結果論ですけど、単にね、こうやってつけて、こういう格好になれば、出は効いたことになって、てはいたんですけど、はい。ここはどうするか、非常に難しいですね。こうやって、今ではこう引きですから、それからこうつけるとか、なんか、いろいろありそうなところで、ここはすごく悩んだ感じがしますよね。はい、実戦こうやって、こう抜きが冷静な手で、まあ、白もこれで打てるという判断が大変良かったでしょうか。まあ、なので、とりあえずポン抜かせないように1回は伸びておくとどうだったでしょうか。まあこうでしょうね。でこうなって、まあこういう図が予想できるんですけど、これがどうだったでしょうかね。一応こんなのもあったかなと思います。今度押さえがここ気持ちいいので、この石取ろうと思えば、なんか取れるとは思うんですけど、これが大きいかどうかですよね。取って大きいかどうか。こういう感じにはね、切りが入るので、これ押さえがね、効いてきますんで。まあ、こういう展開ならね、捨てても、まあ、一局かなと思いますので。そうですね。まあ、受ける手ももしかしたらあるんでしょうけど、抜きが冷静な一手でしたね。まあ、大抵の人はね、こうやって受けるとは思います。やっぱり、大きいので。ただ、井山五世は手抜きをしましたね。選択しました。はい。渡りがね、まあ、渡りながら、白石を助けながら黒の根拠を奪ってる手なので、まあ、大きい手ですよね。ここでまた、さらに手を抜きましたね。まあ、受けていれば、まあ、普通なんでしょうけど。ただ、まあ、受けにくいっていうことだったでしょうかね。こういう手には切りが入りますからね。跳ねるんだったという反省がありましたね。こっちの方が良かったでしょうか。生かしてでも。確かに。こういう手には、こういう手には、こう、頭叩けば全然いいですね。確かに、さばきが、こういう手には、それからでも伸びておけば、ちょっと違ってたかもしれないですね。実戦は伸び、中央に向かって伸びれたのが大きいでしょうか。また付け切りから厳しいものですよね。まあ、黒もここはもう最強にしました。はい、ここでまあつなぎぐらいで打てば無難なんですけど、
まあ、切りとか打たれるんでしょうかね。継がずに、ここにつけられたのが、なんか、良さそうな手ですね。たとえこの石を取られても、こっちを大きく取ればっていう考え方がありますんで、どちらかというと、黒の方が忙しいのかもしれないですね。そうですね、ここで、冷静にね、こうやって打つ手があったみたいですね。で、こう下がりになりまして、ここで、まあ、放り込む手がいい手みたいです。で、こうやってからこうやると。で、もしこう取ってくると、当たりが助かってこれが全部取られてしまいますんで、4と取る手がないということで、こうなってこういう変化ですね。これだったら、まあ、まずまず。まだここつないで、難しいことになりますけど、まだまだ難しい碁だったようですね。ここで単に放り込まないで、単にこうやってしまいますと、こうやって、この時にここに継がれてしまうと手数が伸びてしまいますので、これは攻めが、ダメなんですね。こっち入れませんので。なので、放り込む手順じゃないと、黒はダメなんですけど、この選択もあったんですけど、実戦は取りに行ったんですね。ここは非常に難しくて、よくわかんないんですけど、まあ味よく取れないんですよね、この白石が。で、次に回って、これはそうですね、ここ黒生きなきゃいけなくなりまして、叩きに回りまして、これはこの黒の石が取られるわけにはいかないということで、ここは大変白、大変ここは黒、苦しい局面となりました。ここでもまあ取っておいても、分かりやすかったと思いますし、まあこれでも良かったんですけど、ここがまあ怪しげな手だったんですよね。実戦こう打たれたんですけど、僕も、まあ、なんでこっちから取らないんだろうと思っていましたね。これでしたら、こういうここに助ける手が後手ですから、これは大変、一の取りで何ともなかったんですよね。こうやってこう取る変化になりまして、景色が全く違いますからね、実戦と。実戦はこっちから取ってしまったために、割り込みから、手が、これが先手になりましたね、今度。継ぐ手が発生しまして、こっち打ちたいんですが、ここ入れなくなってしまったので、一回取るしかない。そうすると、こう、やられて、この出とこの出が見合いになってしまいまして、白潰れとなりますから、ここに行ってかかることになりまして、で、こうなってですね、ちょっと、さっきの図とえらい違いですよね。ここでちょっと盛り返した感じですよね。で、ここのこうの問題がありまして、このツケがいいコウ材ですよね。
はい、まあ、ここで黒、ここら辺コウ材がなんかあるようなんですけど、なんか打つとね、損コウになっちゃいそうな感じのところで、ちょっと打ちにくいんですよね。なのでこの取りは、ちょっと仕方なかったかなと思います。そうですね。で、こうなって、まあ、着点はね、いろいろあると思うんですけど、どこが正しい、良かったのかどうか。こういうね、本当は抜きで打ちたいんですけど、そういうわけにもいかないですしね。こういうとこが、でも、小屋と三々が、王は手にされそうで、計算ですよね、計算の問題。これは、まあ、全部地にしようという手なんですけど、こっからがいい手でしたよね。はい、そうですね。なんかこっちから迫りたいんですけど、まあすぐね、こうやってもう切りから、なんでしょうか。まあ、実際どうするのかはちょっと難しいですか。いや、こういう切りがね、入りますんで、構すぐダメかなと思ってたんですけど、まあ大体ダメなんでしょうけどね、こういう、例えば、こんな感じになってもね、攻め合いが、もう後手しかありませんからね。こちら辺なんか受けるしかないでしょうね。ここにつけられた感触は、ここはなかなか取れないっていうのが第一感ですね。堂々のしのぎですね。かけつぎっていうのは。ここら辺は見事な、こうつないでしのいで、見事なさばきでしたね。これは取れそうもないです。ここのさばき方はすごく白うまかったですよね。もう超一流レベルのさばき方だったと思います。いや、全体的に結構白のペースで、いやー、すごく強かったですね。これで許可限、7段が、新五星となりましたと。じゃあこれ、この碁はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。